しゃくり侍。はい、どうも闇上がりの誠ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。さあ、ということでですね、ただいままだ闇上がり中の、誠ちゃんですが、先週はね、すいません、誠ちゃんの体調不良ということでですね、お休みしてしまいましてね、また今週からもね、頑張っていけたらいいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。さあ、今日ね、ごめんなさい、ちょっとね、もうレッスンとかちょっとバタバタしててね、ちょっと告知とかも何もできなかったんですがね、通常通りね、やっていきたいなと思いますんでよろしくお願いいたしますね。さあ、まあ今週はいろんなね、ことがバタバタありと、いうことでね、ニュースでもね、やれアメフトの事件だったりとか、ね、やれ奇襲のドン・ファンが亡くなってしまったりとか、ね、いろいろあったかと思うんですが、ね、皆さん大丈夫ですか？体調の方はね、誠ちゃんのように途中で倒れないように、していただけたらいいかなと思ってますね。ああ、千尋さん、どうも誠ちゃんですね。先週はどうもすいませんでしたね。こんばんは。絶賛包丁で指を切った千尋さんです。あら、大丈夫ですかね。ちゃんとバンドエイド貼りましたね。ね、どうしたんですか？今日晩ご飯作っててあれですか？やっちゃいました？大丈夫ですかね。ぜひとも次ね、タイミングよくお会いすることができるまでには直していただけたらいいかなと思いますけどもね。まあでも包丁もね、切れる包丁で切ったならばまだね、そんな痛くないですけど、こうね、微妙な切れ味の包丁で切るのが一番ね痛いですからね。あの、誠ちゃんも一回パッて切った時にね、全然切れない包丁でね切りまして、その時にね、あのプチッっていうね感じで、音がしましたけどもね、あのまるでウィンナーのね、あの膜がプチッて切れるような感じのやつですね。なので里井さんもね、気をつけてくださいね。ああ、里井さん、どうもこんばんは、誠ちゃんですね。どうもご心配おかけしましたね。体調の方はですね、なんとか、大丈夫です、ね。まあ、なんかいまいちね、こうね、ツイッターでね、つぶえたりとかね、コメントいただいた方にあれなんですけども、あの時はねちゃんとクッて元に戻ったんですけど、まあなんかね、こうどん底になったり、上がったり、下がったりの繰り返しでですね、もうなんかね微妙なんですよね。なのでちょっとね、鼻の中もね、なんかね、今までにあんま感じたことがないなんか違和感があったりとかするんですけどもね。ああ、千尋さん、ありがとうございますね。なんとか頑張っておりますね。ありがとうございます。すいませんね、先週ね、ほんとね、ここ来る寸前までだ、まあその日は木曜日の朝ね、にちょっとなーって、まあもともと予兆が出たのが水曜日の夕方ぐらいで、ああ、まあちょっとこれやばいかなーっていうのはね、思ったんですけども、最近ね、誠ちゃんね、風邪ひくとね、大体鼻から来るんですけどもね、その時に限ってはちょっとね、鼻ではなくてね、ちょっと熱っぽいところから来て、まあでもまあ熱だからなーって、いつもの統計だと大体、まあね、さっきも言ったように鼻から来るから、いやまあ大丈夫かなっていうんで、まあ木曜日の朝ね、様子を見ながらおとなしくギリギリまでまあ見てたんですが、急にね、じゃあこっちに向かってくるかってなったらね、もうどうにもこうにもねまあ何があったんだか知らないですけど、急にパーって熱がね上がってきちゃってね、どうも、じゃあもう準備するのもね、しんどいぐらいな感じになってしまったんですけどね。なのでね、すいませんでしたね、ご迷惑おかけしましたね。まあね、ポンスケさんね、今ちょうど来ていただいてるかと思うんですけどもね、ポンスケさんだったりね、一力さん、ゆかこさんとかね、本当ね、ありがとうございますね、コメントね。
ね、逆にもうね、めったにね、だいたいね、あの季節の変わり目というかっていうところで、最近の統計だと誠ちゃんはだいたい体調を崩すんですが、ね、今回に限ってはそんなね、変わり目という変わり目のところでね、風邪をひいてるわけではないので、なんかちょっとね、何かあったのかなっていうのはあるんですけどもね、ね、あ、違う、迷惑だなんて、いや、復活して、いや、全然ね、本当ね、ご迷惑をかけてしまったと言うしかないかなと、ね、せっかく貴重な時間をね、使っていただいているのでね、できればと思いますが、さあね、どうですか皆さん、やっとね、その体調絡みから来る感じじゃないですけど梅雨入りましたね。まあ、千尋さんのところとか、まあ、ぽよちゃんのところとか、まあ、西日本はね、まあ、こっちの関東よりもね、2日、3日前ぐらいですか、にね、早く入った感じだとは思うんですが、ね、どうですか天気ね、そうですよね、千尋さん大阪も梅雨入りしましたということで、ね、関東もね、昨日梅雨入りしたと言ってる割には今日ガンガンに晴れてましたけどね、もうだからね、この洗濯のタイミングがわからないというかね、だから梅雨入りの前の日もね、なんかもうこっから天気崩れて、もしかしたらそのまんま関東は梅雨入りじゃないかみたいなね、ことをニュースで言ってたので、よし、じゃあここはちょっとね、奮発して奮発してっていう言い方もおかしいですけどね、ちょっとじゃあ気合い入れて洗濯機2回回すかっつってね、回してやれ干して、まね、天気が崩れてもいいような状態にしたら全然崩れずみたいなね、じゃあいつ崩れるんだっつったら昨日ね、崩れて、ああじゃあもう昨日からもうダメかみたいなね、梅雨入りも発表されたし、ね、まあ、ずっと天気崩れるんかなと思ったら、今日はカンカン照りでした、ね、洗濯今日すればよかったなって、ね、思った今日この頃ですが、ね、コナンズキさん、梅雨よりめんつゆどうもね、コナンズキさんありがとうございますね、あ、コナンズキさん、そっちのちょっとしょっぱい方が好きですかね、あ、この時さん、ハッピーバースデー、ツーということで、ね、トゥーユーとトゥーユーをね、うまくかけて、いいですよ。いい感じです、いい感じです。ね、千尋さん、大阪は明日から3、4日雨模様です。ああ、なるほど、なるほど。まあ、でもね、いいと思いますよ。雨降った方がいいです、多少は。ね、まあ、野菜はね、安くなるからね、あの全然いいですけどもね、みっくんさんね、どうもはじめまして、まことちゃんですね、ね、せっかく初見で来ていただいたんですけどね、絶賛まことちゃん病み上がり中なのでね申し訳ないんですがね、頑張れたらいいかなと思ってますんでね、だいたいね、毎週この時間で、まあ、10時から11時の1時間だけなんですがね、ごゆるりとね、あんじゃねえかんじゃねえね、お話ししてる感じなのでね、もし、お時間が合いましたらね、また来週も来ていただけたら嬉しいかなと思いますのでね、全然もね、あのふんわーりとかね、ふわーっとねコメント投げてもらえれば全然いいのでね、よろしくお願いいたしますね、小南月さん、明日15時ぐらいから雨降ります。ほう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 、小南月さん、小南月さん、大阪は、あ、大阪はね、なるほど、まだね、関東はまだ降らないんじゃないかね、ちょっとね、まことちゃん天気予報見れてないんですけどもね、小南月さん、光上がりじゃなくて、なく闇上がり風呂上がりでもないのか。そうですね、風呂上がりでもないですね、ちぐるさん、龍馬くんの3冊目の写真集7月に発売されますよ、まことちゃん
ご報告ありがとうございます。ね、ね、まあ竹内君のね、写真集ね、まあ3冊も出してるんですか竹内君は。いやすごいですね、まあ、やっぱもう人気者ですね。うん、ねこれにプラスね。リコーの時にちょこっと言ってましたけど、僕日めくりカレンダー出しますみたいなことをねみんなでちょこっと言ってたんで、まあ、それも合わせればね、4冊的な感じですよね。みっくんさん、みっくんラブさん、私も若干体調悪いです。あら、まあ、おとちゃんと一緒じゃないですか、ね、いやどうもね、風邪ですかみっくんさんはね、なんかね、なんかね、まあ、みっくんさんとちょっとね、こう似てるかどうかわかんないですけど、一緒かどうかわかんないですけど、なんかね、今回のね、この風邪というか体調の悪くなっていく感じがね、やっぱ普通の風邪と違うか、なんなんですかね、なんかね、今までね、だいたいね、もう、まあ、ね、子供とか、ね、キッズはまあ分かんないと思いますけど、だいたいもうねアダルトなねもう人間になってくるとだいたい分かるじゃないですか。あ、喉痛くなってきた、このまま風邪いくなみたいな、ね、鼻出てきた、風邪いくなみたいな、なるんですけど、どうにもこうにもね裏切られる、ね、症状が。だからね、なんか、あ、じゃあ大丈夫かって無理するといきなりその次の日鼻血バーッとね、先週のあれでいう熱がね、フィーバーボーンって出ちゃうみたいな、ね、感じなんですけども、まあね、みっくんさんもね、体調お気をつけてね、いただけたらいいかなと思いますけどもね、みっくんさんはやっぱ関東の方なんですかね、関東であればね梅雨入りしたばっかなので、どんどんこれからね、天気悪くなりますので、お気をつけてね、栄養いっぱいとって、お風呂入って、寝ましょうね。小南月さん、竹内くんのねセクシーな、あー、いいですね、セクシー竹内くん見てみたいですね。千代さん、朝からツイッターのタイムラインが大変なことになってました。ほう、どんなになってました千代さん。小南月さん、写真集、千代さん、誠ちゃんも写真集出そうよ出しますか。じゃあ出したらとりあえず、千尋さんと、あと一力さんの、ラーメン屋さんに飾ってもらおうかな。ね。ね、あとあれですね、ゆかこさんの、ちょっとね、長野方面にもちょっと告知しといてもらおうかなみたいな、ね。スキー場に配布しといてもらおうかなと。ね、いいかなと思いますけど、写真集ね、まあ、ことちゃんでもね、まあでも出して、一回は出してみたいね。チャンスがあればね。どういう写真集にしようかね。ね、どういう写真集にしますかね。なんかね、チームべしゃくりみたいに出してみたいですね。ね、もうそれでこそ、もう千尋さんがみんなわーってね、来て。ね。小南月さん、それよりもニュースの加藤くんと小山くんニュース。あ、なんかね、やってましたね。ニュースの小山くんと、加藤くんがね、なんかちょっとね粗相をしてしまったということでね、でもなんかあれ、この2人はなんかあれですよね、ニュース番組かなんかやってましたよね。まあ、ニュースなだけにって多分小南月さんが来るのかなと思ったんで先言っときますけどね、なので放送が大丈夫なのかなと、ちょっと誠ちゃん心配なんですがね、もう全然今日に関してはこれは今日上がってきた感じですかね。もうね、僕もちょっと知り合いから、ちょっとお話を聞いただけないなとも言えないんですけどもね、ねえ、どうするんですかね、2人もね、メインというかメイン級な、ね、方がね出れなくなっちゃうのはねちょっと寂しいですけどもね。千代さん、写真集よりも紀州のドンファン事件も気になる。あ、これね、これはね、まことちゃんはねね、なんとなくもしかしたらね、誠ちゃんはね、この自殺、まあもうね、もう皆さん知ってると思いますけど、自殺じゃないとは思うんですよね。
多分やられちゃったパターンですよね。一応ね、なんか昨日かその前ね、死因がね、発覚してましたよ。急性なんとかですよね。僕はね、ちょっとね、ちょっと身内が怪しいんじゃないかなと思ったりもしてるんですけどもね。か周りが完全に嘘をついてるかですよね。ドンパンさんがね、そういうのあんま好きじゃないって言ってたので、どっちかですよね。周りがね、合ってるんであればちょっと身内が匂うなっていう感じですけどね。身内が合ってて、その周りがね嘘をついてるんであれば、これはね、もしかしたら裏でね、ドンさんがねちょっと追い倒してるかもしれませんからね。まあまあ、あくまでもね、まことちゃん個人のね、意見なのでね、なんとも言えないですけど。みっくんさん、私もまさにそんな感じです。先週から頭痛が収まらずだるいです。ほらほら、これね、まことちゃんと同じ症状数だからね。だからまさにか、この今このみっくんさんが言うように、ちょっとねだるいなーみたいなのが出たのが、まことちゃんは水曜日の夜だったんですよ。それで朝になったらもう頭痛がみたいな感じですからね。ああ、なるほど、やばいですね。で、まあプラスあと、まことちゃんはまあね、毎年毎年恒例のうつ病がね、この時期はねありますので、一回ね、一回なんかそういうのにね詳しい知り合いがいてね、聞いたらね、お前はうつの中でもひどい躁うつだって言われたんでね、自覚していこうかなと思ってますけど。千尋さん、写真集のツイートばかりながら、あ、そんだけすごいですね。小野月さん、レスリー・キーさんに写真集を山口さんのことがあったばかりだったのに、自粛してればいいのに。ちょっとね、ジャニーズの方々はね、ちょっと目つけられちゃってますよね、完全にね。小山くんはニュースエブリーね、加藤くんはビビットに出てますと。はいはい。小山くんは一定期間活動自粛です。ああ、なるほど。ほう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 。まあでもね、一定期間でね、収まってるんだったらよかったですね。ね。千尋さん、小山さんと加藤さんが出演している TBS のニュースの2人、今週の放送は休止だそうな。あ、休みですか。じゃあ何やるんですかね、代わりにね。ね、大変ですね。小野月さん、家政婦は三田さんに解決してもらう。まあね、いいですね、千代さん。家政婦の三田園さんもいますよ。ね、この三田園もね、まことちゃん、ついにね、ちょっとまあ、また楽しみが1個減ってしまうかなっていうのがね、いよいよ今週で、確かね、三田園さんはね、最終回だったような気がします。ね、あの三田園さんがついにね、ずらというね、かつらのベールを脱ぎ、剛力さんに託すと、ね、師弟関係だみたいな、ね、感じの、ね、ちょっとね、予告は流れてましたけどもね。なので、ちょっと今週はね、ちょっと楽しみにしてますけども。チーフさん、ニュースの2人でした。ニュースの2人ね。まあ、どっちかというとね、このね、ニュースの2人は多分あのニュースとかかってる感じなので、これはどっちかというとコナン好きさんのお仕事ですね。ちぐさん、最近のジャニーズちょっと荒れてる。そうですね、確かにね、荒れてる分ね、やっぱちょっと周りからもね、目つけられてしまってる感じなのかな。なんでしょうかね。なんかまあ結構ポコポコポコって出てきてるのがね、あの、まあ、スマップさんたちがね、解散してからみたいな感じでね、あたりからちょっとね、なんかこうポコポコとね、荒れ始めてるかなというね感じですね。小田月さんね、加藤くんは呼ばれていったらしいけど、小山くんの行動を止めれなかったから。連帯責任的なやつなんですかね。はい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 。いや、難しいっすよね。だ、まあこれもね、実だからもしかしたらね、お二方と遊んだ方がもしかしたらね、ちょっとこうね、チョンボではないですけどもね、ち
とね、チクってしまったというかね、お話ししてしまったのかなっていうのがあるのかもしれないですけどもね、みっくんさん、ありがとうございますね、明日最終回の三田園さん、ゲストは島茂子さんです。あれ前回出てましたよね、主題歌を歌ってるね、島さんね、4話ぐらいになんかスナックかなんかでね、出てましたよね。で三田園さんにこの下りは必要ですかって突っ込まれてましたけどね。ね、あ、みっくんさんもちゃんと見てるんですね。いやね、もうあと3回ぐらい増やしてもいいかなと思うんですけど、やっぱ深夜枠なだけにね、ちょっとね、やっぱこう予算的なものがあるのかなと思ったりもするんですけどね。小南月さん、その中でのデビュー。ね、個人的には先週におっさんずラブが、はいはい、あ、言ってましたね、なんか千尋さんね、おっさんずラブが終わるかもしれないみたいなね。あれどうなったんですか、結局ね、番宣だとなんかこうどっちと付き合うみたいな、うまくいくのかみたいなね、なんかこうやってたんですけどね、まあ、まことちゃんね、最初から見てないんで何とも言えないですけども、小南月さん、名は体を表すと、時をかける、ニュースになってうまく仕上げてきましたね、小南月さん、ね、だとしたら何ですか、こんなことは嫌ですけども、嵐が嵐になるみたいになってきちゃうかもしれないですよね、小南月さんね、それだけはね、絶対阻止しなくてはいけないですからね。ね、これでね、まさか二宮君がね、なんかこう、辞表と退職金1000万でチャラにしてる、帳消しにしてるみたいなことね、なってしまったら、ね、ちょっと大変なのでね、ぜひともここはね、なんとしても出てほしくないかなと思いますけどもね。千尋さん、徹子の部屋にも茂子さん出てましたね。あの茂子さんとしてのキャラクターで出てた感じなんですかね。だとしたらすごいですね。絶対でもなんかこうね、あの独特のテンポと間を持つね、徹子さんですから、茂子さんテンパっちゃってるんじゃないかなっていうね、ちょっとイメージが出るんですけどもね。佐々木さん、最近ジャニーズの不祥事が多すぎますと。ね、ですね。まあね、まあ、やっぱでもその分ちょっとね、頑張っていただきたいかなと思ってますけどもね。千尋さん、最終的には田中圭さんと、あら、林遣都君さんがくっつきました。めでたしめでたし。あ、そこはくっついた方が良かったんだ。僕、あの吉岡さんでしたっけ、ね、あの人とくっつくのかなと思ってたんですけどもね、もう全然もう番宣のつなぎつなぎつなぎだけしか見てないのでね、なんとも言えないですけども。みっこさん、私はジャニーズ全般大好きなので悲しいニュースが続いて辛いですと。ねえ、どうなんですか、こうジャニーズ好きなね、このみっくんさんとかね、他の方々もいらっしゃると思いますけども、ねえ、私ジャニーズ命です、わーってね、こう生きてきた方にとってはね、もう本当にね、さっきの千尋さんのね、おっさんずラブロスじゃないですけどもね、ジャニーズロスっていうのになってしまいますからね、もうドラマロスの日ではないですよね、おそらくね。小南月さん、事務所内を荒らしてしまう嵐メンバーっていうパターンだってやめなさい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 、いや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 、まあ言えるかもしれないですけどもね。千尋さん、前半は茂子さん、後半はお友達のジョージさん。もうこれもうピコ太郎さんともう小坂大魔王さんみたいな感じなパターンじゃないですか、これ。いや、めっちゃ面白いな、どういう風に撮ったんだろうねえ。一回ね、こう間こうパッとこう挟んで、休憩挟んでこう衣装チェンジみたいな感じだったのか、別に撮りでやったのかな、これちょっと面白そうですね。バクさん、こんばんは、まおちゃんです、ね。先週はどうもすいませんでしたね、ちょっとお休みしてしまいましてね、なのでまだちょっと今日はね、変な天気のおかげでまだこういうね、ちょっと病み上がりな感じなんですけどもね。小南月さん、平成ジャンプ、平成終わるけどどうなるのかな。
確かにね、なんかね、こんなようなアーティストね、昔いましてね、ジュークってね、アーティスト知ってますよね。あれもなんかね、二十歳になるときどうなるんだみたいなね、ジュークなのにもう二十歳だぞみたいな、だったりとかね、っていうのありましたけどもね、まあもう逆にね、このまま平成ジャンプ、平成をね、しっかりとね、次のね、若い子たちに残すためにね、頑張っていっていただきたいなと思いますけどもね、あ、そうだ、千尋さん、そうです、吉田幸太郎さんだね、吉岡じゃないですね、吉田幸太郎さんでしたね。バクさん、頭の手術したのと、ね、まあね、まだ若干ちょっとね、病み上がりなのでね、ちょっとこっちの方がね、病人感出てるかなっていうのと、今まであんまね、かぶりもんしてなかったから、ちょっと逆にかぶりもんして出てみようかなと思ってね、多分まあ冬、まあ、いや、まあスノーボードのニット帽なんですけどもね、まあ、スノーボードのツイッターの写真とかね、ご覧いただいている方であれば、まあなんとなくああっていうねそれスキー場でつけてるやつだろうっていうふうになると思いますけどもね、まあね、まあ、頭の手術したといえば手術したかなという感じですけども、千尋さん、誠ちゃんニット帽似合ってます、 ありがとうございますね。ただね、なかなかね、やっぱ普段からね、この帽子を身につけて行動するという、このね、なんていうんですか、習慣というかね、がないので、もうね、もう頭がね、もう、むずむずするというか、ね、別に頭洗ってないわけじゃないですよ。もうなんかね、この、ここにこの、これが、この乗っかってるっていうのがね、もう、っていうね、正直ね、バイクのヘルメットでも嫌な感じなのに、ね、ちょっとね、あんまね、好きじゃないですけども、ちょっとね、なんか、いいかなって、逆に、この、冬の時しかね、あんまこう、がっちりかぶってね、こうやるっていうのなかったんで、ね、逆にこういう風にちょっとかぶって、こう、出たら、どういう風にみんなに映って見えるのかなと思ってね、ちょっと実験してみようかなと思ったんですよ。ね、で、まあ、最初にね、千尋さんがね、似合ってますって、なんかね、ちょっとね、言っていただけてね、嬉しいかなと思うんですけどもね、まことちゃんね、まあいかんせんこのね、頭の形が良くないのでね、なんかこうね、帽子が似合わないというか、似合わないんじゃないかと、思ってるので、だからね、これで普通のキャップ、つば翼というかね、つばがあるやつをね、かぶると野球少年になっちゃいますしね、かといってハンチングとか、ね、ベレー帽みたいな、そういうおしゃれな、ね、ちょっとあれは誠ちゃんかぶれないので、まあ仕事の部長をボードまで行くかっつって、ね、やってるんですけどもね、小夏月さん、平次郎を装う琉球の里って何ですか、千尋さん、これね、多分沖縄かなんか行った時に買ったやつですね、琉球魂とかね、ウミンチューみたいなね、一昔流行ってたようなやつですけど、その類です、ね、まあ、琉球の里、まあ、多分沖縄のこと言ってるんでしょうね、ね、バクさん、マジで怪我したの、いや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 、まあね、まあ、どっかしらにね、頭ぶつけたりとかね、やっぱどうしてもね、スノーボードのインストラクターのね、仕事してれば頭ぶつけることありますけどもね、まあ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 、ね、たまにはちょっとね、こういうまことちゃんも見せていったらどうなのかなっていうね、ちょっと思いまして、まあ今後機会があったらね、なんかこういうかぶりもんだったりとかね、していけたらいいかなと思うんですけども、小名月さん、沖縄、あ、沖縄ですね、バクさん、目出しに帽子にして、ああ、いやー、で、次だからね、ちょっとキャップにしてみようかなと思うんですけど、ただね、まことちゃん、どういう帽子がいいのかなと思って、その帽子のセンスというか、そういうのもないんですよ、そうそう、だからね、それもちょっとね、みんなに聞きたかったんですよね。あ、まあ、本当はですよ、本当はこうちょっとこう
タオルを巻いて、ね、あの土方の兄ちゃんみたいな感じにしようかなと思って白タオルを持ってきたら、よくよく考えたらこの番組白は絶対ダメなんですよね。なぜならあの多分抜けちゃうのかな、ね、あ青がダメなのか、ね、かなみたいな感じだったんで急遽ニット帽にしたんですけどもね、なんでまあ次はねちょっと色付きのタオルにしようかなと思うんですけども、だからこうちょっとね今日だからニット帽をかぶって試したら、まあ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 かなみたいな、ね、自分が思ってたよりはあひどくはなかったなっていうことなんでね、だから今度はねそういうタオルをバンダナみたく巻いてやったりとか、なんならねやっぱべしゃくりなのでね、やっぱちょっと本当はね寒いみたいなのをね、着てちょっとやれたらいいかなと思うんですけどもね、なんかねこのこういう色でね、胸と背中にねべしゃくりっていうねなんか入ってるちょっとこう寒いを作れたらいいかなと思ってるんですけどもね、まあでどっかにちょっとねプラスアルファね、勝ち虫的なちょっとロゴ入れてやろうかなと思ってるんですけどもね、まあ千尋さんとかね、まあ一力さんとかであればねもう勝ち虫っつったらあーってなると思いますけどもね、やっぱね、皆さんと知り合えた自分がね一つちょっとね経験値を詰めたということでね、やっぱちょっとね尊敬してるリスペクトしてる勝ち虫をね、ロゴとして入れられたらいいかなと思うんですけども、いやーね、あサムエね、あそうナイスバクさんね、まだちょっとこう病み上がりですからね、サムエね、をちょっとね来たらどうなるのかなと思ってね、そうだからちょっとイメージする感じではいけるんじゃねえのかなって、思ってるんですよ。逆にねこんだけこういうね道場みたいな感じですから合うんじゃねえのかなみたいなね、変にパーカーとかだったりよりかは逆にサムエの方がいいんじゃないのかなと思ってね、どうですかね、誰かこの中にね刺繍とかねなんか得意な人がいればね、なんかその人にねこうべしゃくり侍みたいな、まあ、べしゃくり侍は最悪ちょっとあれいいですけども、なんか勝ち虫ぐらいのね、ちょっと刺繍をちょっと入れれる人がいたら入れてちょっとサムエをね欲しいなとマウトちゃん思ってまして、うんね、千尋さん、勝ち虫とムフフと、まあねピンときてますね、もう小南月さん、目出し帽でいいんですかね、目出し帽ね、バクさんジンベイはと、そうジンベイも考えたんですよ。でもジンベイってなんかまあちょっとお祭り感が強いのかなと思ってね、だからジンベイも一応候補に入れたんですけどね、ただまあなんかイメージがやっぱ強いのはやっぱサムエなのかなと思ったりもするんですけどもね、バクさん目出し帽は強盗が、あこれねあはい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 、あ分かった分かった分かった、はい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 、こういうやつで、ね、こういうやつでしょ、こういうやつこういうやつでしょね、こういうやつこういうやつね、はいはいはい、あいやこれでもいいかなって、そうだからねなんかねこういうのをね、なんかこうね、ちょこちょこね、まあ、毎週っていうのはね、まことちゃんお金ないんで絶対 100% 無理ですけども、お金持ちになれたらね、毎週でも買えたらいいかなと思うんですけどもね、なんかこういうのね、できたらね、またちょっと、色が変わったりするのかなってね、思ったりもするんですけどもね、千尋さん、強盗犯爆笑と。ね、マコトさんもう笑ってるということでね、いやね、マコトちゃんね結構ねあの逆にそのね、そういうのもいいかなと思うんですけど、まあ大仏のねあのドンキとかで売ってるねカプリモンとか馬とかでもいいのかなと思ったりもしたんですけども、でもね
それをねバン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 上げてたら、いや待ってよと、別にこれ被ってんだったら別に俺じゃなくてもいいんじゃねえのかなってね、思ってね。だから変なですね、千尋さんに電話して、ごめんなさい千尋さん、今週ちょっと来てもらっていいですかつって、千尋さんに、大仏の被りをバーって被して、じゃあ千尋さん今週よろしくお願いしますって言ってね、で来週はコナン好きさんだったり、その次はパクさんとかね、ゆかこさんとか、みんなもね、なんならもうね、今日初めて来ていただいたみっくんさんとかでも全然ちょっと来てもらっていいですかってパッて出して、まことちゃんがそのカメラの向こう側で見てればいいだけですからね、そういうなんかちょっと替え玉的な発想でもいけるんじゃないかなってね思うんですけど、どうですか皆さんね。別にね、もはやかぶりもかぶって出るんだったら別になんかもうまことちゃんじゃなくてもいいのかなってね、思ったりもしたんですけどもね、そうだ、最近ちょっとね、なんかいろいろそういうのもね、考えては見たりはしてるんですけども、うーんね、ね、千尋さんかぶりもだったらいいよと、出たいと、ね、まあでも千尋さんの場合はかぶらせないですけどもね、もう完全にもうここにもそのまま出てもらいますけど、ね、あのスーパーカメン、仮面武道会みたいな、あのここだけのやつだったらいいですよね、千尋さんね、なんかこういうね、こういうね、タイムボカンのドロンジョがつけてるようなね、こういう感じですね、なんかこのようなこの辺でいいですよね、バクさん、急にトークが面白くなったら偽物だった。いや、ね、大丈夫です、そこのところをちゃんと配慮して、かぶり物をかぶせて出てもらいます、大丈夫です、ね、そうじゃないとね、まことちゃんサイドちょっと切なくなってしまうんで、バクさんそこに関しては安心してください、ね、ちゃんと事前にデータを取ってからの、一回オーディションしますからね、大丈夫です、ね、あ、君ちょっと面白すぎるね、ちょっとダメだっていう感じでね、こういう感じでチェックしていきますから、ね、番号100番、うん、面白すぎる、ダメ、90番、うん、微妙な、OK、うん、一次審査は通過みたいな、で、行こうかなと思いますけどもね、千代さん、めっちゃ怪しいし。ね、僕を盛り上げますから大丈夫です。あ、いいね、いい、うん、千尋さん盛り上げましょうね、多分おそらくその日だけ、まあ、千尋さんのフレンドと、千尋さんのね、龍馬くんつながりのお友達だらけになるんじゃないかなと思いますけどもね、逆にまことちゃんはね、後ろのこう監督席みたいなやつで、おお、うん、いいね、うん、いやもうちょっとそこそうしようかみたいな、おお、カメラの向こう側でやってますからね、いいと思いますよ、ね、なんかね、まあ、まあ後々なんかそういうのもチャレンジできたらいいかなと思いますけどもね、そのためにはね、この番組がね頑張ってね、軌道に乗ってくれればと思いますけどもね、うん、ね、バクさん、出る杭は打ちまくる男、いいですよ、どんどん打ちますからね、えいっつってあ、どんどん打っちゃいますからね、バクさん危険タックルは支持するのよ、あ、それもいいっすね、ね、いいかとね、やらないとレギュラーになれないぞお前らみたいな、それも悪くはないね、いやもうね、一気にね、なんか危険タックルというかね、日大タックルの事件も一気にね、あんだけわわわわ長くやってたのがね、急にシュンってね、ドンパンが出てきた瞬間にもうシュンってなくなりましたけどもね、千代さん、この前の日大の監督とコーチの会見腹立った後、あ、どの会見ですかね、最後にあの体育館でやったやつですかね、なかなかこう非を認めないというかね、なんつうんですかね、あれもね、ちょっともうなんかテンポがおかしいというかね、なんかこう
もう明らかに食い違ってるかなというのはねありますけどもね、もうそれやっぱりそれだったらもういっそのことね、もうどっちみち怒られるわけですからね、であればもういきなりもうごめんなさいって言ってしまった方がもしかしたらね、最小限でとどまれたのかなと思いますけどもね、ね、千尋さんはね腹立ったわって言ってますけど、皆さんどう、まあどうっていうかね、私は賛成ですっていう人はなかなかいないと思いますけどもね、だからまあそのね、あの結局相手を潰すのような感じでみたいなこと言ってましたけどね、だそのね伝えたねあれもだからこの人間性が見えてなかったから結局ボケにならなかったのかなとね、まごとちゃんはちょっとね、このね多分まあ千尋さんが見た会見とどう一緒なのか分かんないですけどもね、見てて思いましたけどもね、もともとねそういうなんかこう大げさに表現するというか、まあもちろんねもう相手を潰せみたいな感じで言ってしまったらまずいのかもしれないですけどもね、まあだからその人がね、なんかそういうのを冗談で言う人だよっていうのがね、本心は違うとね、本心は気持ちだけはこうそういう気持ちかもしれないけど、実質はね、ちゃんとなんていうんですか、スポーツマンシップにのっとってね、やりなさいっていうことを言う人なんだっていう、その人がね見えればもしかしたらね、その今回のねコーチと監督の言ってることがもしかしたらね、ボケの方に変わりね、こういう事件はそんなに大きくならずね、ちょっとそれは言い過ぎだよっていうね、っていう感じで収まったのかなと思うんですけどもね、バクさんべしゃくりの切れ味も落ちたな、おい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 、いやいやいや、バクさんそんなにねいい刀持ってないっすよね、マモトちゃんそんなね切れ味抜群のね刀持ってないっす、持ち合わせてないっすもんね、なんならねなんかの映画であったようにサイヤだけしか持ってないっすからマモトちゃんね、マモトちゃん平和主義ですからね、そんな危ないものは持ってないっす、持つならサイヤだけ持ってますからね、サイヤだけしっかり腰に添えてね、頑張っていってますからね、バクさんもっとガンガン切りまくろういや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 、どうなんだろうねとね、まあそれも思ったりもしますけどもね、ね、佐藤さん最近テーマについて話さないねといやまあね、だからもうないろいろ瞑想中であります、こればっかしはね、どうなんだろうというかね、ちょっとね、今のこの魔王をね、見ていただけたらわかるかなと思うんですけどもね、ちょっとね瞑想中でありますね、なんかねこう言っていいのかとか、まあまあまあこれはね、まあね後々どっかでね、ちょっとね、皆さんとお酒を囲みながらね、話せたらいいかなとね思うんですけどもね、どっかね、DVD の特典になる時とか、DVD だけの時みたいな時になんかねちょっと話すようにしておこうかなと思いますけどもね、バクさんは、べしゃくり平民に格下げべしゃくり平民もう刀取り上げられましたか私ね、いやいやいや大丈夫ですね、模造刀というかね、竹光程度のものは持ってますから大丈夫ですね、バクさんドラマに出て守りに入ったかいやいやいやそんなことないですね、そんなことはないですけどもゼロではないですね、まあそこもありますね、ね、ゼロではないです、だからね、バクさんの勘はね、いやだからさすがやっぱバクさんですよね、なんとなくねこのまことちゃんが考えてることをねなんとなく分かってしまってるというかね、
千尋さん、すごい車が通る音が聞こえると。ほう、通ってますか。まあ、もしかしたらね、このべしゃくり侍小屋の外ではね、ハイテクな車が走ってるのかと思うんですけどね。千尋さん、めちゃめちゃいいスピーカー使ってるんですかね、じゃあ。ね、千尋さん、バイクの音も聞こえたと。あらら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 。じゃあ結構いいスピーカー使ってますね。いや、まあね、そうなんですけども。あ、そう。ちょっとね、皆さんね、皆さんとか、まあ、女性の方は分かんないと思うんですけども、ね、男性の方で、ちょっとね、聞きたいですけど、皆さん、タンクトップって持ってますか？タンクトップ。ね、まあ、誠ちゃんの世代で言うならばね、ランニングシャツみたいなやつですよ。ね、千尋さんとかもしかしたらね、つけてるんじゃない、つけてるとかね、着たりしてるんじゃないのかなと思うんですけどもね。タンクトップね。タンクトップ。これね、いやね、まことちゃんね、初めてね、ちょっと芝居で使うからっつってね、タンクトップをね用意しろって言われて、まことちゃんタンクトップなんて着ないので、ね、タンクトップが似合わないので、ましてあんなね、もう肩とかいろんなとこが出ちゃうぐらいのやつはちょっとね、あんま着る気はなかったので、持ってなかったんで、今回初めて買ったんですけども、タンクトップってなんであんな値段するんですかね。この中でタンクトップ買ってる人いるのかな。ね、いや、びっくりした。いや、もう誠ちゃんの感覚ではもうほんとね、そのさっき言ったようにもうランニングシャツみたいなね、肌着っていうのかな、肌着感覚で思ってたので、いやいやいや、別にさ、700円ぐらいで買えるだろうみたいな、まあそれでも高いと思ってますからね。いや、せいぜい1枚200円ぐらいだろうみたいな感覚で行ったんですけど、いや、とんでもない。まあたまたまね、その急遽用意しろって言われたのが、まあ、夜遅すぎたのでね、まあ、ユニクロさんだったりね、 GU さんだって結構安めで売ってるようなところに行けなかったっていうのがねありますけど、でもそこをさっぴいてね、びっくりしました。あんなタンクトップが1枚安くて2000円するのがもうびっくりで、もう全然普通のね、遠くから見たら普通のなんかね、白い肌着というかね、特にね、なんかこうすごい縫い方というかでもなく、かといって結構丈夫な生地とかでもなくね、もう全然普通のなんかこの琉球の里と同じような生地なのに2000円っすよね。これはもうさすがのもうドン・キホーテ、まあ、たまたま見に行ったんですけども、って出ちゃいましたよ。あんなに普通に素で出た絵ってなかなかないんじゃないかなっていうぐらい。でもそれをないとね、要はそのなんかこう次の日の芝居というかね、稽古で使えないから用意してくれみたいなのがあったんですけども、どうする、でもなーみたいな。ここはあえてなかったと言って、まことじゃノースリーブは持ってるんですよ。これね、ノースリーブというか、普通のこういうね、ちょっと太いですけども、まあ、持ってるんでそれでいいかなと思ったんですけど、ただなーみたいなね、もし何か言われたら嫌だなと思ってね、もう渋々、もう見た目は多分300円ぐらいのタンクトップ、ね、200円、300円ぐらいのタンクトップをその10倍近くの価格で仕方なく買った誠ちゃんなんですけども、千尋さん、俺もタンクトップ似合わないからあんまり持ってないです、グレー持ってます。グレーね、佐藤さん、タンクトップ嫌いだから着ない、やっぱね。いや、まあ、嫌いっすよね、タンクトップね。まあここがね、こことここがね、ドラゴンボールみたくね、こうポコーン
ってついてるんだったらねいいと思いますけど、でタンクトップもだからちょっとこうはち切れんばかりじゃないですけど、ちょっとねパツパツ感があれば、あこいつやってるなみたいなのあるんですけど、もうまことちゃんみたいな別に大して筋肉がない人間が着るとあのほんとね肌着のデロンデロンみたいなやつになるのでね、だからもうまことちゃんもねなるべく避けてはいたんですけどもね、バグさん、スポーツブランドとかだと高いよ。あはあ、ナイキとかってことですか。ナイキとかでタンクトップ出してますね。でももはやでもスポーツブランドだとわりかしその使う理由がそのなんていうんですか、もうまことちゃんの知ってるイメージだとね、マラソンだったりとか、まあ、バスケットボールとかなんかそういう感じなので、まあ、逆にねあの辺はこう肩周りというかね、そのねまことちゃんもあれに近いものをね、陸の時着たことありますけども、いや案外ねやっぱこの半袖でもまあ割かし動くんですけども、タンクトップ系のものを着た時のこの肩周りの動きがこう半端ない、こんなに可動域広がるのかと、いうぐらいすごく動くので、スポーツの時はいいと思うんですよ全然、うんね、むしろ汗もかくし、ね、なので全然いいですけど、やっぱ普段着る分ではちょっといらないかなっていうね、思ってるんですけども、千尋さん、タンクトップは筋肉質の人が着たら似合うよね。そうそうそう、こういうことなんですよね。だからドラゴンボールでベジータさんとかがね、似合うのかなと思うんですけどね、ねベジータさんはなんかそんなのばっか着てますからね、そうなんです。だから久々に、まあ、だから久々に服買ったっていうのもありますけども、タンクトップを始めて洋服は久々、ということで、まあ、買ったら買ったってまあいい値段ね、なので、びっくりしたね、千尋さん、来たらの打ち間違いでした、すみません大丈夫です、千尋さんハートつながってますから OK ですね、まことちゃんはどっちかというとねそっちのねこう装着した方のキタラのイメージで、読んでましたから OK です、ね、いやだから、皆さんもなんかこうそういうのありますね、タンクトップとかじゃないですけど洋服とかでもいいですけど、久々になんか買った洋服とか、久々にあもうこの程度だろうなみたいな、で買った瞬間なんか丸が一個違うみたいなとかね、いやほんとねちょっと一瞬ね店員さんにね、ちょっとこれ値段違うんじゃないですかって言いそうになるぐらいね、びっくりしまして、ただねちょうどその時そのフロアには誰も店員さんがいなかったというね、もうレジのとこ持ってってもなんかね一回へみたいなね看板が出ちゃってたんですけどもね、千代さん、そろそろ予告しましょうと、ありがとうございますね、じゃあねちょっと今日はね早めに言っときますかね、ね、もし、皆さんでね、ベシャクリ侍とかでね、こんなことありましたとか、私ね、ちょっと恋してますと悩みがありますみたいな、とかね、もうそういうのがあったり、私最近ちょっと体だるいんですけどもね、ちょっとこうどうしたらいいですかみたいな、まあ医者じゃないのでね、あれですけどもね、そういうのが、ありましたらこちらですね、バンと、番組宛てのメールアドレスにですね送っていただけたら嬉しいかなと思います。サムライ、@冒険王.co.jp ですね、こちらに送っていただければ翌週、ご紹介できるかなと思います。ね、まあもしこちらの方にね、恥ずかしい、送るの恥ずかしいと送り方がわからないと、ね、いう方いたらね、ふわっとね、コメント投げていただければふわっとね OK ですね、すぐご紹介できると思いますね、そうだあとね、あとですね、こちらですね、まことちゃんツイッター
ね、やってますんで、もしね、今日初めての方はね、みっくんさんとかね、もしツイッターとかやっていただいてたらね、フォローとかしていただけたら嬉しいかなと思いますね。リフォローの方ね、すぐいたしますのでよろしくお願いいたしますね。はい、さあということで、あらあら、千尋さん珍しいですよ、2回も連続で打ち間違えるなんてね。でも大丈夫です、ハートつながってますからね。まあ告知だろうなっていうのをね、イメージして読んでましたから大丈夫ですね。バクさん平民、いやいやいや、もうアドレス変わっちゃってるもんね。いやいやいや、まあいつかはね変えても、一回変えてもいいかなと思いますけどね。佐藤さん、来週も聞いてくれるかな、いいと思う。いやね、いやまあ終わってますけどもね、いや使っちゃまずいです。いやでももう終わってるから使っていいのかな、使っていいのかな、使っちゃおうかね。千代さん、平民格下げ侍噛みそうね。私はね口が回らないのでね、これはちょっと噛むと思いますね。毎週平民格下げ侍なんてね、ちょっとなかなか言えないね。なのでもうちょっとねお口に優しい、平民ワードで、いただけたら嬉しいかなと思いますね。千尋さん、僕もハートつながってますよ。おー、ハートトゥーハートなんだ俺ね、よくわかんないですけど、まあでもまあね、つながってますから、いやそのうちねこのつながりがね、どん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 近くなっていってね、夢の行田で再会できたら嬉しいかなと思ってますけどもね。あれ7月ぐらいでしたっけ、ね、7月か8月ですよね、もし来れるとしたらね、まあ、その時にもね誠ちゃんね、うまく時間合わせられたらいいかなと思ってます、ね、さあということでね、なんかねまだ体がね若干重い、だるさまではいかないんですけどもね、やっぱねなんかこう、そう最近だからねちょっとこう気持ちいい、その、まあ、スノーボードもね一旦落ち着いたっていうのもあるんですけども、インストラクターの仕事がね、だからちょっとね走り込みをしようかなと思って始めてるんですけども、やっぱね、まあ、もちろん今距離はね、ほぼほぼもうねスノーボードのシーズンずっとほぼほぼ走ってなかったので、まあ、もう一度2キロぐらいからやっていこうかなと思って走ってはいるんですけども、やっぱちょっとね体の動きが鈍いかなと思ってるんですけどもね、誰かもしねこの中でその解消の仕方とかね、知ってればちょっと教えていただきたいかなと思うんですけど、まあでも一つのね一番の原因は多分湯船に使ってないんじゃねえかなみたいなね、やっぱ湯船使ってしっかり寝れた方がね、やっぱこう筋肉疲労もね、軽減できたりとかするので、やっぱそこが原因なんじゃないのかなと思ってるんですけどもね、あちょっとできればね本当に入ろうと思うんですけど、どうにもね家に着いちゃうと一回休憩っつうとね一回も寝てて気づいたらもうね夜明けなんですよ、ね、なのでねこの告知の感覚でね千尋さんにお風呂の時間だよ的なね感じでね、なんかねこううまくできたらいいかなと思うんですけどね、ね、さあそんな感じでね、だからもしねみっくんさんもね、体調ね、まことちゃんと一緒でまだ具合が良くないかと思うんですけどもね、これからね、梅雨の時期入りますんで、湯船にしっかり浸かって、でゆっくりと、睡眠をとっていただけたら嬉しいかなと思いますね。さあね、今週も千尋さんとかさとしさんね、バックさんと、なんですか、いろいろね、まあ、ゆうかこさんとか一力さんとかもね皆さん来てくれてて、今回初のみっくんさんもね、本当コメントありがとうございましたね、また来週お時間があったら、よろしければ、来ていただけたら嬉しいかなと思いますね。小夏さんもありがとうございました。さあということでね、今週もあんじゃない